タケダロックチャンネルイエーイ、イエーイじゃないな全然イエーイじゃねえこれっていうふうなことになりましちょっとまあ、あのおかしい点が気がつくと思うんですけど、そうです、あのレスポールの方をね今ちょっと修理に出してまして、いやー、僕は買って半年でまさかフレットがね、に接触して音がビリつくなんていうのはね、まあ今年ちょっと気温の変化は大きかったんですけども、まあ夏は暑いし冬は寒いっていうことで、まあそれはアメリカと環境違うからこういう、まあフレット置きとかねっていうのも起こりやすいし、まあ部分的に、まあ接触してね、まあビリついたりとか、まあ、はっきり言うと開放の、1弦の E と、まあ2弦、まあ5フレットの E とか4フレットあたりね、なんていうのが、まあ普通にビリつきましたね。で、まあビリついたんで、まあリペアに持ってったんですよ。で、まあ島村楽器の方で、まあララポートのね、まあ、あの甲子園の方で買うたんですけども、さすがにそこまで行くのはちょっと電車賃がかかるんで、まあ天王寺の、まあ、安倍野のね、アンド店の方に持ってきました。ならまあ一応、まあ、きちっと対応してくれてですね、いや、島村楽器ほんま、そういうところありがとうございます、本当に。わざわざ甲子園までね、ララポートまでね、行く必要がなかったので、で、まあまあさらに言うと、まあちゃんと見てくれたんですよ。で、まあ、まあ、ネックが反っているからなっているのかっていうことで、まあ、若干順ぞり気味だったんで、まあ、適正やなとは思うんですけど、まあ、ある程度こうロッド回して、様子見てくれたんですけども、まあ、効果がなかったらお金もいりませんとか言ってくれて、まあ、あれやってもらったんですけど、結局変わらなかったですね。まあ、1.5 ミリから2ミリぐらいの12フレット近辺で、現行でも、まあ、ちょっとまだビリつくっていうことで、まあ、残念ながら、フレットの、まあ、すり合わせをね、ギブソンのその、1年保証の方で、まだ買って半年なんで、まあ、レスポールクラシック2019のね、方が、まあ、しばらくちょっと入院することになりました。でも、ちょっと帰り考えたんですけど、まあ、1本ではちょっと厳しいなと。まあ、東海1本ではちょっと厳しいんで、早めに、まあ、その、明日ね、連絡が来るということなんで、まあ、安いのでもいいから、もう1本買っとかないやばいかなって思ってますね。まあ本当言うたらそのための日本体制なんですけども、まあ明日ね、連絡来てどれぐらいの期間になるんかっていうことをまず聞いて、でダメやったらもう、そのままもう店に買い取ってもらって、もしくはもうギブソンの方から返金してもらって、もう違うギター買う、とかいうことも考えなあかんかなとほんまに思いましたね。で、まあ今日帰りね、ギターいろいろ回ってきたんですよ。で、思ったのは、まあ、アメリカ製特にね、ギブソンってこういうこと多いんですよ。で、まだ買って半年でしょ。まあ、それ気候の問題があったにしろ、半年で音ビリつくっていうのもね、いや、どういう作り方してんのかな、というふうに思いましたね。まあ、いくらアウトレットで購入した新品って言っても、新品は新品なんでね。これが中古やったら、ま、文句言いませんよ。まあ、その前でもすり合わせ、してもらうだけなんで、まあ、はっきりしてその場合はもう仕方ないかなと思うんですが、いや、新品購入して半年っていうのが自分の中で納得いってないんですよね。で、ギブソンね、僕ね、今までね、4本買ってるんですよ。一番最初に買ったのがね、まあ、だいぶ昔の話なんですけどね、ギブソンのレスポールの、スタジオといて、まあ、2本目に買ったエレキギターなんですよ。フェンダージャパンの、ストラトキャスターの次に買ったやつで、で、それが結構ひどい出来で、まあ、あんまり良くなかったんですよね。ほんで、まあ、テレキャスター、フェンダー USA の、まあ、アメリカンスタンダードのテレキャスター買ってそっちもメインにして、まあ、しばらく使ってて、またヘリテージにあって、で、まあ、ヘリテージはいいギターでも、そこからもうね、17年間ぐらい、メインギター変わることはなかったんですが、まあ、その間にね、その後にもね、実はまあ、ギブソン何本か、買ってるんですよね。まあ、まず、そうですね。まあ、一遍ひどい目にあったんで、なかなか買わなかったんですけど、最近よく買ってるんですよ。ギブソンレスポールジュニアを、まあ、数年前に購入して、まあ、ヘリテージのね、サブに積むつもりだったんですけども、やっぱりワンピックアップっていうのも、まあ、音は良かったんですけど、ちょっとジャックの接触が、まあ、このシールドの、形状によって接触不良が起こるっていう症状もちょっとだけ見えてたんですよね。まあシールドを普通のまあいいやつにしてれば問題ないんで、まあそこは気にはならなかったんですけど、僕の持ってるシールドやったらね、
だちょっと外で借りた時のシールドとかちょっとガリって出ただけなんですが、まあそういうのもありましたし、まあそっちは中古購入やったんだ、別に気にはならなかったんですが、次に買った、SG、のね、ペイテントの方ですね。2010何年ぐらいのモデルやったかな。2003年かな。あ、ちっちゃいの。2003年のやつですね。まあ、指板がエボニーのやつなんですけど、まあそれはちょっと弦がエボ切れるんでブリッジの不良があって、まあブリッジ自分で交換したんですよ。いやもうそれであんまり切れることなかったんですけど、ちょっとね、そっからもう、良くないなと思って買い替えました。で、まあ、今度のね、レスポールクラシックでしょ。まあ、ほっとほっとギブソンとちょっと相性良くないなってのはありますね。あ、保証期間内で、まあ、すり合わせをね、無償でやってくれるって言ったら全然問題ないんですよ。そういうことやったらまだまだ大事に使っていこうかなとは思うんですけど、ただちょっと品質がやっぱり、国産に比べたら、本当安定性がないのがアメリカ産で、まあ、特に気候のね、あれには結構敏感なんですよ、ギブソンは。だからまあ僕の使い方みたいなことしてたら、正直、なんか絶えず修理持ってかなあかんなってなるとね、なんか国産のギターとかでやつあったらそっちにしようかななんて思いますよね。いやこんなことやったら東海のレスポールでも買っときゃよかったかなって本当に思いますよ。同じレスポールでも。やったらね、日本の気候に合ってるはずやから。やっぱ音のね、暴れ方ギブソン好きなんですよ。まあそれでギブソン今回買ったんですけども、まあ返す返すもちょっと残念なことになりまして、まあ、ギブソンはね、今、日本の方は、昔みたいに山の楽器とかがやってないみたいなんですよ。で、まあ、今、聞いたら、まあ、直接そのギブソンの、日本の、代理店の方と、方に、まあ、僕が登録カードみたいなのがあって、それちょっと切って、出したんですよ。ちゃんと。なんで、登録はされてると思うんですよね。半年なんで保証期間が効いて、まあ、すり合わせの代金を負担してくれたらいいんやけども、それがなかったらちょっと厳しいですね。まだ買って半年で、レコーディングと、ライブ一回使ったぐらいなんで、まあ、正直言うと、これは本当に痛手ですね。いや、今ちょっとね、結構ギターを弾かなあかん案件が結構多くて、はっきり言ってそれもうね、もう仕事ですからね、はい。しっかりやっとかなあかんことなんで、そうなんですよね。だから最低限度、まあ、2時間を弾いてるんですよ。で、まあ、毎日、2時間弾くの1本だけやったら、正直弦の消耗とか、フレットのこととかも考えると、まあね、エレキは2本ないと厳しいですね。なんで、もう帰りに安いの1本買って帰ろうかなって、ほんまに思いましたよ。それぐらい、ちょっと切羽詰まりますね。期間が長引くと。まあ、そんなこと思いながら帰ってきました。はい。で、まあ、その時にね、ちょっと見たギターが、VG とか、のセミアコの、方がちょっと気になりましたね。まあ、ハムで、まあ、国産の箱物、VG 言うたら、寺田楽器っていうところなんですよ。で、寺田楽器が、最近グレッチとかによくおろしてて、まあ、その寺田楽器が作ってる楽器なんですよ。で、まあ、そのギターが結構良かったんで、もうほんまに返金してくれたら、もうそれに乗り換えようかなって思うぐらいいいです。まあ、ほんまにそういうふうに思いましたね。いやー、ほんまに今回はね、緊急会見というか、すごい間抜けなことで、まあ、楽器屋さんの反応もね、もう本当にみんな分かってるんで、あ、ギブソンですか、なるほどね、みたいな感じなんで。っていうのがもう、通例ですね。もう僕も、まあ、またかっていう感じなんで、あ、またギブソン、やったらっていうのが、もう正直な感想なんですよ。音はいいんですけど、トラブル多いんですよ、ほんまに。もうこれで僕ね、4本中、3回ぐらいいいですか。一番やばかったスタジオはともかく、まあ、ジュニア、それから、まあ、SG の方ですかね。でも、これで3回目ですね。まともに行ったギブソンってほんまに、ないですね。あんまり。覚えがない。つまり、僕とギブソンの相性ってあんまり良くないんじゃないかなって思ってるんですよ。まあ、対照的に、だからそのヘリテージとか、フェンダーとか、ヤマハとか、まあ、そういうメーカーはですね、
まあ、こういう不具合みたいなのあんまりないんですよ。だつまりやっぱりねギブソンって品質的にはちょっとね問題あんちゃうかなっていうふうに、まあ、僕は思ってますね。まあ、そんな感じで今回はねちょっと残念な報告を、まあ、撮ってみたんですけども、まあこういうことがあるっていうのはもう分かっててギブソン買ってるんで、まあまああったかなっていうぐらいですかね。はい。なんでギブソン買うときは必ずね何すかね登録者カードをね出しておきましょうということが言いたかったんで、はい、今回の動画は、まあ、ギブソンレスポールクラシックが入院しましたっていうお話です。はい、もうちょっと動画がいいかと思ったらいいねボタン、チャンネル登録お願いします。ツイッターやってます、竹田ルックで検索検索っつうわけで竹田ルックじゃバイなら。